今年も猛暑が予想される上海で問題になっていることがあります。その問題とは電力不足。ここ数年夏になるとこの話題で持ちきりです。3年前には上海のシンボルともいえるバンドの夜景が消えたことも。上海電力は6月下旬に市が夏の電力消費ピーク期間に入ったと発表。今後対策が必要になるとし、地区や時間帯によっては停電が起こる可能性もあると注意を呼びかけました。市の予想によると、今年の夏の消費電力量は最大2150万キロワットに達する見込みで、これは市の限界供給量とほぼ同じ。このうち市が発電できる量はおよそ6割で、残りは他の都市からの電力輸送で賄うことになります。去年、中国全国の発電量は前の年に比べて 20.3% 増えて6億2200万キロワットでした。発電量が増えているとはいえ、使用量も増えているため、電力不足が解消されていないのが現状です。電力的话就像现在呀，我们基本上就在房间待的时间少一点，在户外待的时间多一点，比较阴凉的地方，这样子。对呀，灯就要马上关了呀。就现在夏天开灯热死了，对吧？看电视就不要开灯。就是。上海市では対策として、地区や企業に規模に応じた電力の使用制限を求め、気温35度以上の日はエアコンの設定を26度以下にしてはいけないなど、細かい条例を制定しました。また、気温が38度以上を超えるブラック警報が発令された場合、労働時間を短縮、または会社自体を休暇にするなどの処置を取るよう呼びかけています。この夏、上海は35度以上の日が20日以上続く例年以上の猛暑になると見られていて、市民一人一人の電力使用量の削減に向けた意識と行動が重要になってきます。